チーム、ジャイアンツの馬場先頭、そしてその後ろアンドレザ・ジャイアンツが入場してまいります。日本のファンが長い間に続けてきた夢を現実のものにするために全日本のリングに戻ってきてくれました。アンドレザ・ジャイアンツ、ジャイアンツ馬場手前であります。今ジャイアンツ馬場が入場してまいりました。そしてアンドレザ・ジャイアンツも今ゆっくりと入場してまいります。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより両チームに豪華な花束が贈られました。トップロープをひとまたに入場してまいりましたジャイアントです。もう花束を観客にプレゼント、粋な計らいです。アンドレス・ジャイアント、世界のプロレスのビッグネーム、アンドレザ・ジャイアント、同じく世界の巨人ジャイアント馬場、ジャイアント馬場とアンドレザ・ジャイアントがチームを作りました。タッグを結成して、2人で結成して、これが3戦目。過去2戦は圧倒的な強さを見せています。竹内さん、この感動ってのは本当何回でも見たいですね。そうですね、まさに巨大な夢ですからね。本当に巨大な夢であります。左ジャイアントは、右アンドレザジャイアントであります。ジャイアント2メーター23センチ、ジャイアントは2メーター9センチであります。高橋さん、この今日の相手はスレーター、リートンでありますけれども、どうでしょうか、アンドレの体調さえ良ければですね、このリーグ戦4強の牙城には十分ババアンドレ、この食い込めるんじゃないですか。ともかく隙がないだけにですね、その可能性は十分にありますね。そしていいそういうワークですよね。さあ今運が鳴りました。ジョー・ディートンか、いや、リクスレターが出てまいりました。早くもファイティングポーズ、ジャイアント馬が先陣を切りました。押し込みます、リクスレーター。竹内さん、リクスレターも久しぶりですからね。そうですね、相変わらず元気良さそうですね。はい、さあ独特のポーズであります。アメリカからやってまいりましたリックスレーター、ジャイアントの場合余裕しゃくしゃく。竹内さん、まあ、スレーター、元気なスレータージョーディートンを持ってしても、このババアンドレをフォールするのは難しいんじゃないですか。スレーター、ディートンもですね、実績もありますし、なかなかその意地が強い部分もあるんですけどもね、はい、ちょっとこの巨大な壁に果たしてどこまで通じるかですね。バックを捉えましたが、腕を取られました。ならばトロープに取ります。あー、ショルダーアタックル、後ろに目があるようなジャイアントンバ、自ら飛んだ、エルボーが待っている、倒れない。ジャイアント馬場、ゆっくりと体勢を入れ替えた、ロープに飛ばす、年輪16問、落ち着いたプレーだ、ジャイアント馬場、早くも場外転落。竹内さん、今、体勢は低かったんですが、相手をよく見てヒットしましたね、馬場選手。早い回からその16問を出してきましたね。さあ、もう1回組み合います。ジョーディートンが出てきました。この2人はあの日本マットをよく知ってますからね、竹内さんね。特に最近ディートンはですね、もう日本マット知り尽くしてますからね。そうなんですね。さあ、馬場を投げる。さあ、おっと、目の前にアンドレジャイアントがいる。もちろんアンドレの動きにも注意しなければいけません。竹内さん、さっきあの花束投げたアンドレですが、今のこのニコッとした余裕あたりを見ても、この随分との全日本のマットに慣れてきたようですね。そういう感じがしますね。東京ドームで見たときはですね、ちょっとまだやっぱり硬さがあったんですけどね、馬場うまそう見せた。本当に慣れてきた感じしますね。そうですか。まあ、馬場選手がもう後ろにこのアンドレがいるから、もう思う存分戦える、まあこれ分かる気がしますね。やっぱりアンドレにとってもですね、馬場選手と組むというのはやっぱり非常にやっぱ気分的にいいんでしょうね。なるほど。馬場選手の表情も竹内さんね、この見てますとアンドレと組むと、まあ、ラッシュは木村の時もそうなんですが、非常に生き生きとしてますよね。非常にあのコーナーにいてもですね、ふっとこの笑顔が出たりですね、やっぱり余裕があるわけですね。はい、そうですね。非常に今日に非常に落ち着いた試合ぶりでありますジャイアント馬場。さあ、抱き込むようにして、これは誘い込みまして、アンドレがジャイアントのバックスであります。ジョーディートに危険を感じて、このアンドレから3メートル離れました。さあ、アンドレが今ゆっくりと薄ら笑いを浮かびまして入ってまいりました。アンドレジャイアント見ましょう、右へ回ります。
武さん、この上位のものを中心に下位のものがこの右へ回るあるいは左へ回る、こういう図式はプロレスではありますよね。これは鉄則ですね、決して自分から言うことはしません。アンドレ、さあスリーパーに固めました。あ、パンチを打ち下ろす3階からのパンチであります。そしておさん、全日本プロレス中継初公開ですね。初公開ですね、はい、高さはなかったんですけど、ともかくこの体ですからね。丸太のような足ですからね。さあ、ジョニートも首筋にパンチを打っていく。高さん、この首筋とか後頭部は急所ですからね。ただアンドレには効かないですね。軽いようですね。さあ、クランナイパンチだ。独特のリズムで打ってまいります。パンチあるいはヘッドバット、アンドレジャイアント。武さん、このババアンドレ絡みですとですね、全てのカードがこの夢のカードになってしまいますね。まさにの12試合全てがドリームマッチですね。そうなんですね。もちろんこの参加チームの中でも人気ナンバーワン、こう申し上げていいでしょう。ジャイアントはアンドレザ・ジャイアント。あっと、この辺はうわーっと、しかし落ち着いてかわしました。サイドステップ、アンドレザ・ジャイアント。そしてあーっと、両選手を鉢合わせ。武さん、元気じゃないですか。動きがいいですね。いいですね。さあ、馬場選手の方へ持ってまいりまして、馬場選手が水平チョップを打っていきます。この馬場ジャイアント組は20日名古屋大会に鶴田大江組、アンドレと鶴田は初対決であります。そして次回放送の大阪大会は、竹内さん、あのドビューウィリアム戦ですね。この名古屋大阪2連戦がですね、やっぱり馬場アンドレ組にとってまさに正念場でしょうね。そうですね。さあ、序盤戦どうでしょうか。早くも右利きテリーの異名を取るこのスレーター、そういえばファンクスとの一戦も楽しみです。このスレーター、しかしパンチは打っていきません。今打ちました、チョップです。そして右のスレーター、いや、チョップだ。左のパンチから右のチョップ。あーっと、馬場選手の大きな体のものでして、青いコーナーにフライングメイヤーできません。そして次次回の放送、横浜大会は、竹内さん、この馬場アンドレ組がザ・ジャント・オブ・ジャイアンツ、馬場選手が一番小さくなるわけですね。これも注目のカードですね。これも注目ですね。その馬場選手、早くもこの場外におきましてリックスレターを牽制しようというところ、今5分が経過しました。そして3週後札幌大会では、ハンセンスパイビー組、武井さん、これはアンドレとハンセンの絡みですね。これも楽しみですね、まさにもう連日ですね、はい、もう好ファイトですね。そうなんです。まだ続けさせてください。武道館大会は、武井さん、兄弟対決、木村井の上、これも面白いですね、さあ、ノーテンチョップ、体変わり、さあ、川津落とし、今行きました。午前から川津落とし。武井さん、9.30 の馬場選手の30周年のリングがここでしたね。ここだけでした。そうでしたね、はい。あの時にもこの川津落とし、そしてこのノーテンチョップ、あるいは16本といった、そういう懐かしい技を出してくれました。安田まりも出ました。ジャイアント馬場、今日はどういう試合を見せてくれますか。落ち着いた序盤戦です。リックスレーター、谷明かりのパンチを持っていきました。武井さん、これはもうダブルでいくしかないですかね。それもですね、とりあえずやっぱり馬場選手をターゲットにしてみたいですね。川津落としを仕掛けようと、これは無謀ではないでしょうか。やっぱり回転にかけるってのはなかなか難しいですよね。もう防御も知ってますからね。知ってますからね。さあ、あ、動きません。ロープを掴んで動きません。ジャイアント馬場、味わいがあります。ジャイアント馬場であります。坂口さんね、先ほどのアンドレのこの、アトミックドラップもそうなんですけども、まあ、三沢選手が井上選手あたりと対戦した後に言っていました、最強タッグ、大きな試合になるとベテランは変わったことをすると、やりにくいでしょうね。それがあるだけにですね、やっぱり意外な一つもこのバンクラスが出てくるわけですよね。嫌らしさがあります。さあ、これも読まれるか。あ、これはまとまりきってしまった。ジャイアントとダブルタックル、アンドレが出る、アンドレが出る、初めて見せるジャイアントとは苦々しい表情。さあ、ブレンバスターだ。ダブルのブレンバスター、これはいい。さあ、チャンスを作るか。フェイスさん、あとカウント、カウント2、馬場返した。うまさはこのスレーター D とありますからね。そうですね、やっぱここにやっぱり意地を見せてきましたね。日本でもかつてタッグを組んだことありますからね、この2人。ありましたね、はい。連携プレーも豊富であります。この連携を今一つ出してまいりました。スレーター、そしてディートンチーム、共に黒いトランクス。今ジョーディートンが出てきた。馬場を動かす、動きません。体を入れ替えた、水平打ち、相手を寝かす。さあ、寝てしまうと大変だ。アンドレザ・ジャイアントが出てくる。このチームを相手に、武井さん、
グラウンドの対戦なら非常に不利ですからね。逆にやっぱり卓球が狂気になってきますからね。そうですね。それだけは注意してからできません。ヘッドバット、倒れてしまいました。ジョーディートン、そしてクブスジェのパンチ、アンドレザジャイアントです。さらにショルダータックル、ピクスレターが後ろから加勢に行く。腰側を痛めてるだけで心配だ。さあそのスレターは今馬場が場外、そうなりますと2対1の状況だ。誰か打った16本、年齢16本、そして世界のエルボーがプレイか。大巨人が追いかぶさった監督、この連携が見てはたまらない。やはりアンドレ、アンドレ、ババはババ、ババにババ、アンドレがそうでした。